前回の、動画から、今度は次の何だこのスカイライン。いやあ、カオス。いやそういうこと？グリップタイヤ使ったらいきなりこんな感じになっちゃったよ。そしたらちょっと自分集中するので、黙ります。いやダメだ、グリップタイヤ、グリップ用のタイヤあんま使わないからな。でも絶対間に合わないでしょ。
もう一回やります。これタイムトライアルってもしかしてこの子もしかしてこれ一周するって感じ、もしかして。実力を見せていくわよ。使いまくるしかないね、こういうのって。これいけるね。やった。これでようやくクリアできる。よし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 、クリアクリアクリア、オッケー。
クリアした。やばいな、グリップタイヤ結構。実はあんたのことビッグになりたいだけのスピード強だと思ってたけど、あんたはやり通した。いい感じね。あだしたら、ガレージに戻ります。なんか今回の実況動画はなんか実況っていう感じじゃなかった気がしますね。まあ俺が集中して黙り込んでたっていうのもあるんだけど、そうしないと勝てないんですもん。まあ楽しくやれる、楽しくやる分にはまだあれかもしれないけど、さすがにハードモードとなると集中しないとやっぱりあれですからね。もうどれなのかさっぱりわからないけど、どうするかな。3人スカイライン、3人スカイラインをどうするか。まだタービンはないのか。そして、こんな感じかな。お、そろそろ時間がなくなってきたので、自分はこれで終わりたいと思います。また次の動画を楽しみにしていてください。以上、ヒロでした。